い、どうもこんにちは、リュウチャンネルのリュウタです。今日はね、嬉しい報告があります。実はですね、先日っていうか、まあ以前から僕がよく行っているお寺の中のお墓で住んでる家族、お父さんお母さんがゴミ拾いの仕事をしてて、でその手伝いをね、子供たちが一緒にしてるっていう家族ですね。そのお墓で住んでるところのお母さんがね、お腹がもう8ヶ月か9ヶ月ぐらい、もう結構大きなお腹の妊婦のお母さんがいましたよね。実はですね、あのお母さん、子供が生まれました。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。無事に生まれました。皆さんありがとうございます。みんなからね、お母さんどうなったとか、お母さん体大丈夫なのっていうね、心配してくれてる人たちがね結構いて、僕も嬉しかったんですけど、やっと報告ができます。皆さんありがとうございます。ってことでね、今からそのお母さんのところに行って少しお祝いしたいと思います。それでね、今日ボランティアで通訳の子が来てくれました。あこいちゃんです。はじめまして。あこいちゃんです。まあ僕がね、カンボジア語全然話せないんで、こうやって通訳として今日ボランティアで来てくれました。ありがとうね、あこいちゃん。お母さん、すりた、はい、ちょっとみんなね、分けてね、はい、いつもね、ここにね、学生がね、制服着た学生がいっぱいいるんですけどね、ここ今日はいないです、休み。おい、お、犬が来たね、犬が。おい、おー、かーい、お、いるいる。早速ね、ちょっと子供の顔見よう。はい、よし、はい、はい、はい、あー、そっちの前いるね、ベイビーが寝てます。ベイビーが寝てます。さあ、ご対面。おい、寝てるね。一応ね、生まれたってことでね、ニューボーン、おむつね、おむつとお母さん、これね、とミルクとかもう買ってきました。ミルクと、あとなんかこのこれもあった方がいいよっていうことでね、一応買いました。これ、あの子供が顔かかへんための手袋やな、多分。ほら、マミーベイビー、マミーベイビー。記念すべきね、12月の31日大晦日ですね。大晦日に生まれました。すいません、男の子です。この子は男の子が生まれました。おい、あらららららら、ら、ら、何キロぐらいあんの？何キロ？2.8 だ。あ、じゃあまあでも全然普通だね、 2.8 だったら。お母さんは産んだ後は体の調子は大丈夫ですか？でも子供ちゃんと、まあちゃんとっていうかね、生まれて安心したんじゃない？お母さんは。あ、でも元気なね、赤ちゃんが生まれて本当良かったですよね。最初来た時はね、ここお腹結構大きかったんですよね、最初は。それでもお金がなくて病院に行けてないっていう状況でね、最初来た時で、子供が元気なのか元気じゃないのかもまあよく分かんないっていう結構不安な状況の時に、まあ最初に来て元気に生まれてくるって、すごい僕も安心しました。ケーキ買ってきたから、それでお祝いしようよ、ハッピーバースデー。はい、ちょっとケーキがずれちゃったな。ケーキがちょっとずれちゃったけど、まあ大丈夫か。おっと、ちょっと横になっちゃったけど大丈夫か。ちょっとずれたけどね。ハッピーバースデーリアオア、ハッピーバースデースユー。マミー、じゃマミーが代わりにね。じゃあ、はい、どうぞ。おい、おめでとう。おめでとうございます。おめでとうございます。赤ちゃんに、赤ちゃんに、なんだ、赤ちゃんに。
人んちめちゃめちゃじゃないか。ほら、ついちゃったから、ほら。ららカンボジアはね、生まれた年が1歳です。はい。なんで今ボアちゃんは今年齢1歳です。日本だったらね、生まれて1年経ってで1歳の誕生日迎えるんですけどね、カンボジアは生まれた年が1歳です。子供のやりたいことを何でもやってほしい、はい、ね。それでね、今日はね、もう一つ僕からプレゼントがあります。実はね、今日写真屋さんを予約してます。プレゼントで家族写真をプレゼントしようかなって思います。普通にね、僕が携帯で撮って、でそのね、あの額縁入れてあげるっていうこともまあ最初考えたんですけど、それだったらもうちょっとええとこの方がいいんじゃないかということで、これからねフォトスタジオにみんなを連れて行って、そこで家族写真を撮りたいと思います。今ね、子供たちの服を買いに来てます。このね、服を着てね、今からみんなで記念写真を撮ろうと思います。Hello. お母さん何怒ってるの？ずっと見てない、無視してるけど。どういう感じなの？あの、これね。スレイペトね。そのやつだよ。ロマはなんロマっぽい。家族写真をプレゼントしようと思って、写真屋さんにちょっと撮りに行こうかなって思ってたんですけど。行かないことになりました。実はね、今この撮影してるのは今2日目なんですけどね。で、本当は昨日ね、そのまま写真撮影しに、ね、写真撮影しに行こうかなと思ったんですけど、まあ、子供たちがちょっとどっか行っちゃってて戻ってこなかったんで、まあ、どうせやったらね、家族全員の写真がいいなと思って、で、じゃあ次の日撮りに行こうっていうことでね、今日、また来たんですけど、なんかね、ちょっとお母さんの方が機嫌が悪いみたいで写真は撮れないということになりました。はい。でね、まあ一応写真撮るとき用の、服とかもあったんで、まあそれだけプレゼントを出てるというかね、それだけまあ渡してきたんですけど、なんでちょっとお母さんが怒ってるのかは僕もわかんないんですけど、そうですね、まあおそらく昨日もね、聞いた時に写真撮りに行こうって言った時に少しまあ不安だっていうことを言ってたんですね。やっぱり自分は今までそういうことを、そういうところに行って写真とかも撮ったことないし、だからよくわかんないから少し不安だっていうことを言ってて、それでね、まあちょっと1日経ってやっぱりやめるみたいになったかもしれないです。で、写真屋さん行かなかったら、じゃあ、 僕が写真撮ってね、ちょっと楽かなんかに入れてプレゼントしたいなと思ったんですけど、もうそれももう嫌だみたいな感じになっちゃったんで、貧しい人たちって、まあ、ここのお母さんたちだけじゃないんですけど、やっぱりね、なんか負い目を感じてる。よくね、僕が聞くのはやっぱ自分たちは貧乏だから、まあ、みんなと同じようなことができないとか、みんなと同じようなことをやることに対してすごく負い目を感じてるようなこととか言ったりとか、まあ、そういう気持ちっていうのがあるのかもしれないですね。まあ、今回もね、子供たちを連れて写真屋さんに写真を撮りに行きたかったっていうのはね、なんで行きたかったって言ったら、子供たちにやっぱ新しい体験をさせてあげたかったんですね。多分こういう機会がないと
そういう子たちっていうのもそういう写真屋さんで写真撮ったりとかっていうことはがないと思うんですね。このまま、まあ写真屋さん行ってね、カメラ撮る人がいたりとか、そういう少しね化粧とかしてくれて、メイクとかしてくれて、綺麗にしてくれる人たちがいて、でまあこういう仕事もあるんだよとか、いろんなそういうことをまあ教えてあげたかったんですけど、まあ、ちょっと残念ですね。子供たちはねみんな行きたがってたんで、まあ、お父さんもね行こう行こうっていうふうにまあ言ってくれてたんですけど、ちょっとお母さんの方が、まあちょっとこういうことになりましたが、まあ僕のねこういった活動、まあまだまだちょっと続けていこうと思ってるんで、はい、もちろんね物をあげる活動っていうのも、支援っていうのももちろん続けていきます。なぜならやっぱりこっちにはね明日食うものがないっていう人たちがたくさんいるんで、やっぱそういう人たちにはまあ、すぐお米が必要だったりとかねすると思うんで、まあそういう支援っていうのはもちろん続けていきます。ただね、その人たちがもらうことに対して依存してしまうっていうことはやっぱり一番良くないと思うんで、そこは自分でも気をつけてやっていこうと思います。で今後ね、やっぱ僕の活動はやっぱ子供たちメインで、子供たちが夢を描けるチャンス、まあそういう機会っていうのをね、僕もどん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 作っていくっていう活動をこれからしていきたいなと考えてます、ね。まあ、いつも僕がこうやって活動をね続けることができるっていうのも、いつも僕の動画を見てくれてるみんなだったりとか、高評価コメントとかたくさんくれる方々のやっぱり応援があって、僕もこうやって頑張ることができてるんで、本当いつもありがとうございますですね。はい、まあちょっとあんまり後味が良くない形になってしまいましたが、今回はお墓で住む家族の妊婦のお母さんが無事に赤ちゃんが生まれたということで、その報告の動画になりました、はい。では最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。